こんにちは、吉田さん。信頼について、えー、深く考えさせられることが人生ってのは多いですよね。で、私はね、この6月、7月、8月、そしてこの9月と、信頼についてものすごくね、また一つ、速化塾のカリキュラムが進化したものがあります。それはですね、あの、例のやつなんですよ。例のやつの、どうもね、資金繰りが悪くなって、入金がいつものようにされなくなったんですよね。うん、ここまで聞いて、どういう風に感じるかってことなんですよ。 今までずっと例のやつをあ本当に助かりますとかねお金が増えてあ生活が楽になりましたっていう風にね、えー、感じてらっしゃる方がいざねあれおかしいないつもみたいに入金がないなどうなってるんだろうっていう風になった時に、まあ、私のところにね久保さんこういう状況なんですけどどうですか何か分かりませんかっていう風に連絡下さるのがまあ常なんですけどもその時にね2種類の人に分かれるんですよ久保さんやっぱり詐欺だったんですねと。 私のお金をいされたせっかくのこの貯金をね持ってきて入れたんですよ私は500万入れたんですよ300万入れたんですよどうなってるんですか久保さん私を騙したんですかっていう方ともう一つですいや今ね参考までにお知らせしますけど私のところには入金がありませんでしたでも自分で選んで やったわけですから久保さんのことは信頼はこれからも変わりません本当に素晴らしい案件を伝えてくださってありがとうございます入れたお金に関しましては久保さんのアドバイス指示の通りカリキュラムの通りにこういうふうに考えてますとこういったものビジネスとかね投資ってのは10秒後になくなっても構わないというお金の金額つまり余剰資金でやることそういうふうにずっと言われてましたよねですから私はそのようにやってますもしくはねこういう方もいます 久保さんが余剰資金って言われてたんですけど私は自分の判断で多めに入れてしまいました。やっぱり安心しきって何年間もこれ頂い,いてるんで大丈夫だろうと思ってお金入れちゃったんです。これは私の責任ですんで人を責めるつもりはありませんけどもただ状況をお知らせすることによって久保さんがいろいろとね考えてくださると思いますんでとりあえずお知らせしておきます。久保さんを責めるつもりは全くありません。自分の判断でやっております。という方がね2種類いるんですよ。 じゃあこの2種類なんで分かれたかというと1種類目私を非難する人もしくは何かを詐欺扱いする人この人は速下塾の塾生ではなくて私の動画を見て例のやつに参加している方なんですよで2つ目の方っていうのは速下塾に入っている方は私のカリキュラムが限定公開というものでねどん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 送られてきますのでそこで学んでですね自分がビジネスやそれから投資や お金に関すること、生活に関すること、選択をしたこと、選ぶことですね、これすべて自分でやってることですっていうことがね、もうしっかりと分かってるんで、状況が悪くなったときに、ビビってですね、人のせいにしたり、人を攻撃するってことがないんですよね。で、私のカリキュラムはここで一つの成功を迎えたと思いますよ。で、6月、7月、8月、9月と通してきて、入金が遅れてる人も、遅れてない人もいるわけなんですけども、 うん、自分にできることをね考えてくださったんですよそうなんですよねお金が入ってないとどうしましょうっていう時にじゃあどうするっていうふうに私は課題をずっと出しました一つはですね自分の入りたお金が心配でそのお金にもうさいのまれてああどうなるんでしょうかっていうふうに考える方なんとかしてくださいっていうふうにうろたえる方もう一つはあ入れたお金はもういいですから他の人から先に やっててあげてくださいもしくは私のお金を使って問題解決にあたってくださいっていう方ねもう一つはあ資金繰りが悪いんだなだったら私はお金をもっと入れてあげないとっていうふうに思う方こういう風に分かれたんですよ、うん、まあそっか塾の中でもランクが分かれました私は率先してあれ資金繰り悪いなよしもっと入れてあげないとっていうふうにして先頭立って入れましたそうするとさすが久保さん違うなと前回コインチェックが まあ出勤停止になった時も久保さんだけは自分の入れたお金を使って問題解決に当たってください自分のお金をお,お金がね取り出したくてしょうがない人のために使ってくださいっていうふなね動画を上げてそれに感動して私は即果塾に入ったんですって方もね非常に多くいらっしゃいましてああの時と同じだなとじゃあ今度は私もああいうかっこいい姿を見せたいなというふうな感じでねやってくださったんですよはいそれでですねいろいろありましたけど その資金繰りの正常化のアナウンスと入金日のおアナウンスがあった時そして例のやつの会社から正式に「いろいろとごめんをおかけしまして申し訳ありませんでしたもう大丈夫です」っていうふうな連絡があった時にどういうふうに感じたかですよね。ずっと心の中の不安を隠しながらそれでも耐えて人のせいにせずに自分にできることを粛々とやってくださった、まあ、レベルの高い方ね私と同じような。 気持ちの方はほっと胸を撫で下ろすのと同時に信頼しきったぞというね達成感に包まれたんではないかなと思いますそして、うん、私をね攻撃した方謝罪文がかなり届きました <laughs> まあ確かにねえー、まあ入金が遅れた部分それに関しては追及しないといけないと思いますけども人のやることですからたまにはねそういうこともあるんですよ だからそこを捉えてね詐欺だったかはねないだろうと思うんですよねもう真摯に真面目にやってたけどもうまくいかなかったってことは自分の人生も会社のやることもどんなこともあるわけなんですよね、まあ、ですんで私は思うんですよ信頼ってのはこういうふうに思いました何が起きても自分も運命を共にしてやるっていうぐらいの気持ちですよね私はそういうふうに感じますよねまあ多くの方いろいろあるでしょう信頼ってのは裏切られたっていうふうな うん、そういったね時期をもって壊れると、うん、そう考える人もいるんですよ。私はね信頼したわけですから裏切られたという概念はないんですよ。信頼したということは信頼した相手の方と一緒に運命を共にして状況が悪くなったらもうむしろねかばってあげたりとかで叩かれるんだったら一緒に叩かれてあげようと思ったわけですよね。だから例のやつの会社がこのまま本当にねダメになるとしたらこれからもいろんな危機があるんでしよダメになるとしたら 私もですね自分の資産を投げ打って同じような運命をねたどってやろうかというふうに腹がくくれてるわけですよだからね腰が引けてしょうがないですねやっぱ信頼に関しても何にしても本当にねなんかちょっと状況悪いとねビビって人のせいにしたり上めいたりとかね取り乱したりとかっていうのはもう私はそういうフェーズがないわけですよ言ってみればねなんかねその情報商材に騙されましたとかね MLM にやられました。暗号通貨にやられました。i c o やられました。ウォレットやられました。こういう経験を繰り返してきて、もううんざりしたんで私のところに来たのに、またそれを繰り返すって方もいるんですよ。私のところに来た以上ね。そうじゃない。自分の見る目がなかった。だから、いきなりね、状況が悪くなったら、その船から飛び出すんだよなくて、一緒に沈没してやると。死のもう最後の瞬間まで、 運命を共にするぞぐらいのね気持ちで、えー、いるのが信頼かなと思いますよねうんまあそんな感じで私の信頼という言葉をね、えー、一つのエピソードを重ねるとしたらそういうことでございますはい、レイナースに関しましてはもうね正常化を迎えまして本当によく頑張ってこの苦しい時期をねレイナースの会社の社員さんスタッフさん一度やってくれたらなと思いますよねうん。 でそういうところを想像もできずにただ文句だけ言って詐欺扱いしてね、えーまあ、社員一丸となって乗り越えようとしてるところに、うん、ケチをつける人もいたわけですよね、まあ。なかなか面白い人間ドラマでございました。えー、それでは失礼します